近畿選挙区、NHK と裁判していると弁護士法72条違反での政見放送です。お話は参議院議員の浜田聡さんです。 NHK と裁判してると弁護士法72条違反でという名の国政政党参議院議員の浜田聡です今回の選挙で国民の皆様に最も知っていただきたいことそれは NHK 委託業者の集金人が弁護士法72条違反をしているのではないかということです皆様のお宅に突然やってきて契約や受信料を請求してくる NHK 集金人ですがそのほとんどは NHK の社員ではなく NHK の委託業者のものですこの集金人さまざまな方法で営業行為を行うわけですがそこでたびたびトラブル が起こっていますそのような問題行為はさまざまな法律違反となる可能性があるわけですがその一つとして弁護士法72条違反となる可能性がありますここで弁護士法72条について簡単に説明させていただきます弁護士法72条は弁護士または弁護士法人でない者が報酬を得る目的で法律事務を扱うことをなりわとすることを禁じていますこの法律の条文の目的をわかりやすく言うと法律の素人例えば 反社会的勢力などのものが法律事務例えば債権の取り立てをするようなことを禁止しています債権の取り立てのような法律事務はその当事者を除けばその資格を持っている弁護士のみが行えるように制限しているのです 少し専門的な言葉で言うと、非弁行為を禁止するというものです。NHK の委託業者は、個別訪問の際に様々な法律上の交渉をしているということを、数多くの報告が我々のもとに寄せられています。ひどいケースでは脅迫のようなことも行っており、インターネット上の動画サイトで検索すると、数多くの NHK 集金人の悪質な営業行為の同意がアップされています。このような は弁護士法72条違反ととなることが予想されます我々はこの弁護士法72条違反に焦点を当てて NHK と裁判を戦っており今後次々と判決が出てくると思います皆様にはぜひとも我々が戦っている NHK との裁判にご注目いただきたいと思いますこれまで我々が戦ってきた NHK との裁判においては残念ながら裁判官が NHK に忖度したとしか思えないような NHK に有利となるおかしな判決がなされてきましたそのの最たるものとしてワンセグ を搭載したスマホや携帯を所有しているだけで NHK 受信契約の義務が発生するという判決です自宅にテレビがなく小さな画面で見ることになるワンセグ機能付きの携帯電話やスマホタフォンをお持ちの方が自宅にテレビを設置していると人と同様に契約が必要となるのはおかしな判決です 今後も NHK よりのおかしな判決がまかり通ると NHK の営業の問題はいつまでたっても解決しませんこのようなことをさせないためにも今回の選挙で我々は政党名に NHK と裁判していると弁護士法72条違反でとしてその当面に裁判弁護,士弁護士法72条という言葉を入れて選挙に臨むことにしました皆様が今後の判決にご注目いただくことで裁判官がおかしな判決を出さないようにすることは非常に重要なことですのでこの政見放送でもまず NHK と弁護士法72条違反に関して訴えさせていただきました今回の衆院選に臨むにあたって我々は次のような公約を掲げて戦います NHK 委託法人に 行行わせてていいるるる弁護士法72条違反となる訪問行為にについて徹底的に追及するですで選挙の結果にかかわらずこの公約に従って活動していくつもりですが2枚目の投票用紙に皆様が NHK 等と書いて投票いただく方が多ければ多いほど NHK への弁護士法72条違反に関する追及への力になります。 今回の衆院選、皆様の NHK 等への投票をよろしくお願いいたします。さて、NHK 委託業者の集金人が行っている法律違反として、弁護士法72条のほかに、放送法64条第2項についてもお話しさせていただきます。ここののの条文は特にに放送をご覧になっている多くの方 真面目に NHK 受信料を支払っている方々にぜひとも知っていただきたい法律の条文です。放送法64条第2項には次のように書かれております。協会はあらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、全項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 これまでお話ししてきたように NHK た託業者の就勤人は個別訪問をして契約や受信料の請求をするわけですがその際に受信契約を拒む者に対して何とか契約をしてもらおうとしてさまざまな交渉をしますそのような法律に関する交渉が弁護士法72条に抵触する可能性についてはこれまで述べてきたとおりですがその交渉の際に就勤人が次のようなセリフを言うことがありますこれまでの受信料は結構です今月から受信料を払ってください このような行為が数多く報告されていますこのようにこれまでの受信料が勝手に免除されるということがまっかり通るとどうなるのか できるだけ受信料を払うのを先延ばしにすればするほどその人は得をします一方で真面目に毎月の受信料を払っている人にとっては受信料を払うことがバカバカしくなってきます NHK はウェブサイト上に受信料の公平負担に向けた取り組みとして次のような記載をしています受信料制度は視聴者の皆様に公平に負担していただくことにより成り立っており公平負担の徹底に努めることは NHK の責務です 果たして NHK は公平負担の徹底に努めているのでしょうか。弁護士資格のない委託業者の集金人を野放しにして、弁護士法72条違反、放送法64条第2項違反など、様々な法律違反をしているにもかかわらず、相変わらず NHK 側から抜本的な改善はなされていません。このように NHK の営業現場では極めて重要な問題が存在しているにもかかわらず、これまでこの問題が野放しにされてきていました。私は参議院議院員としてこのような問題を 委員会で何度も取りり上げてきてきおりますそして NHK 党として党首の立花孝を中心として数多くの裁判を戦ってきております2年前の2019年の参議院議員選挙において多くの皆様から負託を受け参議院の1議席を獲得し国政政党へと引き上げていただいた我が党として引き続き頑張って活動していきます最後にこのような NHK の営業の問題を完全に解決する方法についてお話ししたいと思います これは NHK に受信料を支払わない方には NHK の電波をストップするという方法です専門的な言葉を使うとスクランブル放送の実現です民間放送局ではスカイパーフェク c t ビ v やワウワウですでに導入されておりご存知の方も多いかもしれませんつまり 水道や電気、ガス、電話などと同じように料金を支払わなければその人にはそのサービスを止める、利用できなくする、当たり前のことです。しかし現状はそうではないために受信料を払っていようがいまいが関係なく皆様のお宅に NHK の放送電波は届けられており受信料を払っていなくても NHK の放送を見ることができてしまいます。今かからら、約年年前ののの月に、テレビの地上波の放送はアナログから デジタルに完全に移行が終了しました。地デジ化というやつです。これにより NHK のスクランブル放送実現に関する技術的な課題は解決済みです。あとは政治的な決断次第です。NHK の集金人などによる営業経費、年間どれぐらいかかっているかご存知ですか それは700億円を上回り受信料収入の1割を占めています海外の国営放送や公共放送に比べてかなり高い水準と言えます NHK のスクランブル放送が実現すればこのような700億円の経費が削減されることになるだけでなくこの集金人の貴重な働き手が社会に生まれることになります2019年 ILO 世界労働機関の統計によると日本の 一人当たり労働生産性は世界第37位とのことです。もはや先進国のレベルではありません。日本は少子高齢化が進行しているため、中長期的にはさらなる労働力不足が懸念されます。 そのためにも1人当たりの労働生産性の向上が必要不可欠ですその一助として NHK のスクランブル放送の実現は必要な政策と考えます放送や通信技術が格段に発達した現在においても集金人が個別訪問しているというのは時代遅れであると考えざるを得ません近い将来 NHK のスクランブル放送を実現するためにぜひとも皆様の力をお貸しください